はい、こんにちは、こんばんは。本日は J3 の、開幕前特集というところで、去年も行いましたが、1チーム、30秒で語っていきたいなというふうに思います。まあ、フォーメーションだったり、見どころだったり、まあ、注目選手だったりっていうのをね、ちょっと、もろもろお話をさせていただければなと思いますので、ご視聴の方お願いいたします。はい、こちら昨年の順位となりますね。いわき FC が、圧倒的首位で、1年での昇格を、J2 への昇格を果たしました。で、2位が藤枝というところで、3位、4位とね、勝ち点差が1というところまで、非常に大混戦でしたが、藤枝が J2 昇格という形になりました。でね、2021年 J3 から、まあ、降格、J2 から J3 に降格した相模原がなんと最下位という結果に終わったという、ちょっとね、波乱が非常に多かった J3 だったかな、昨年の J3 だったかなっていうふうに思います。はい、それでは A チーム30秒で語っていきたいというふうに思います。まずは FC 琉球ですね。まずはですね、何よりも金崎夢選手が加入したという形、非常に大きいですね。そしてただ、後ろのね、バックライン、特にセンターバックで本当に総入れ替えという形になってしまったというのが一つ不安かなというふうに思います。クルネキ監督というふうに形になりまして、まあ、パスサッカーは持続していくかなというふうに考えております。注目選手はムタ選手ですね。昨シーズンも岩手でムタ300と気づいたように、今シーズンも気づいていて、ほしいなというふうに思います。はい、次、岩手グルージャ盛岡ですね。松原監督を迎えました。相模原でね、3、4試合ぐらい監督をやりましたけども、そこから6年ぶり、7年ぶりかな。2015年で8年ぶりの監督という形になりました。現在これ3バックと予想しているのですが、トレーニングとかもろもろ考えると、まあ4バックかなというふうに考えております。注目選手はやっぱり中村あっさか選手ですね。やっぱあっさまが、どしっと構えていただくことで、このチームはより生き生きしてくるかなというふうに思います。はい、次、鹿児島ユナイテッドですね。オクシムを、J2 昇格とはなりませんでしたが、まあ、戦力はね、もう維持してね、プラスという形で非常に良い補強だったかなというふうに思います。白笠選手が横浜 F ・マリノスに戻りましたけども、そこに松山健太選手がね、岩手で、レギュラー張っていたゴールキーパー補強できたというのは非常に大きいかなと思います。中継選手はね、鈴木優馬のお兄ちゃんということで非常に期待をしております。はい、次、松本山ヶ吉ですね。まさかのね、J2 復帰ならずということでね、圧倒的戦力がありながらもね、やっぱりね、J2 復帰できなかったのはね、監督の責任大きいかなというふうに思います。下田監督となりましたので、そこで立て直しを図ってほしいなと思います。というかね、坪井コーチがまさかね、松本山のヘッドコーチになるとは思ってなかったので、ちょっとね、ごたごたがあったのかなというふうに個人的には思います。注目選手はね、渡辺和馬選手ですね。まさか J3 に来るとは思いませんでした。はい、次、FC 今治ですね。過去一の、すごい補強を実施したかなと思いますね。セランテス選手だったり、ドゥドゥ選手だったり、まあ、安藤選手だったり、しっかり、まあ、桜井選手、二見選手、非常にね、実力ある選手たちを補強できたかなと思います。岡田メソッドの、ね、浸透できた若手がね、暴れてくれればね、まあ、昇格できるかなと思います。ただね、監督交代したということで、ね、そこがどうなるかっていうのはね、懸念点ではあるかなと思います。は、次、カターレ富山ですね。またもやね、J2 に復帰することはできずという形でした。ただね、入れ替えが少なかったっていう部分がありますのでね、まあ、そこはね、戦力は維持できたかなと思います。ね、ちょっとね、昨シーズン監督を切って小田井監督になったんですが、ちょっとね、手腕がまだわからないというところでどうなっていくかなっていうのは、今シーズン1年通して見ていければなと思います。注目選手はね、脇本選手ね、キャプテンにも就任されましたし、非常に楽しみだなというふうに思います。はい、次、愛媛 FC ですね。こちらもね、いい選手たちをね、戦力がいたんですけども、J2 復帰はなりませんでした。で、前半戦がね、すごい絶不調だったところもあるので、前半戦うまくスタート切れれば、まあ、昇格できるようなメンツは揃っているんじゃないかなと思います。ね、入れ替えもね、ただね、入れ替えも非常に良かった。特に小原選手が抜けちゃったところはね、どうなるかなっていうのはね、ちょっと注目かなと思います。はい、次、長野パルセイロですね。はい、最近ちょっとね、順位がね、宙に落ち着いてしまっているっていうのが、このチームのいいところでもあり、ちょっと悪いところでもあるかなと思います。はい、何よりね、ちょっと松本山がね、大野選手がね、長野に来るっていうね、ちょっと新州ダービーのところがね、またちょっと面白くなってくるんじゃないかなと思います。そしてね、様々なタイプの、ね、攻撃陣がね、補強できたというところで、非常に楽しみだなというふうに思います。はい、注目選手はやっぱ佐古選手ですね。はい、次、テゲバジャーラ宮崎ですね。
まあ、工藤選手が逝去されたというところで、そこをね、からのチームのすごい調子が良くなって、まあ、思いも背負って戦ってたのかなという印象を思います。ただね、主力が相次いでちょっと移籍をしてしまった部分でね、ちょっと戦力的に苦しい部分はあるかなと思うんですけども、まあ、松田監督ならば大丈夫かなと思います。で、攻撃陣はね、結構戦力補強して、まあ、エキセントリックマサトというか、エキセントリックのね、攻撃をね、行っていただきたいなと思います。はい、次、ワンラーレ八戸ですね。石崎監督久しぶりですね、お帰りなさいというところで、まあ、久しぶりじゃないですけども、はい。で、主力がね、多く残留したところ非常に大きいかなと思いますね。そしてね、まあ、即戦力の補強もできたところ、例えばミスター選手だったり、まあ、佐久間選手だったりっていうね、そしてまあ、姫野選手だったりね、非常にいい補強ができたかなと思います。ただね、センターバックがね、ちょっと遅い理解という部分で、そこちょっと不安になるかなと思います。荒山選手注目です。はい、次、福島ユナイテッドですね。前半戦非常に良かっただけね、まさか後半戦あそこまで失速するとは思いませんでした。まあ、結構ね、体力使うサッカーかなと見ていて思いましたので、まあ、夏以降っていうのをちょっと乗り越えていかなければならないかなというふうに思います。そしてね、ストライカーがね、移籍してしまった部分で、まあ、ルーキーたちだったり、そしてミキ選手だったりっていうのはね、大きな期待がかかっておりますので、頑張っていただきたいなと思います。で、失点をね、減らしていけばね、このチームもね、昇格候補になるかなと思いますので、注目をしていきます。はい、次、ガイナーレ鳥取ですね。レギュラーがね、結構放出されたというか、同じカテゴリーに、含めちょっと放出されてしまったって部分があるんですけども、まあ見た感じ穴埋めは最低限できたのかなと思いますね。そしてね、キム監督3年目というところでね、毎回終盤良くなってくるんですので、まあ前半からいかにこうキープできるかっていうのが鍵になるかなと思います。で、内野浜選手ね、ちょっと来てくれたというところで、まあ問題ないかなと思います。頑張っていただければと思います。はい、次、ギラバンズ北九州ですね。まあ、田坂監督が就任されたということで、まあ、予想できるのはカウンターサッカーというところは、まあ、ごついサッカーしてくるんだろうなと思います。で、中盤がね、結構抜けたという部分がね、ちょっと問題というか、どうなってくるかなと、鍵を握るかなと思いますね。ただね、ゴールキーパーはやっぱ見てみると豪華ですよね。まあ、この選手たちで、まあ、守ってくれるってバックラインも非常に安心するでしょうね。はい、次、FC 岐阜ですね。今シーズンもね、入れ替えが非常に多かったですね。ただね、今年は、ちょっとネームバリューみたいなので、ベテランを取るというよりは、結構ね、的確な補強を行ったかなと思いますね。ただね、核になる選手、特に中盤の庄司選手だったり、まあ、柏木選手だったり、まあ、トップの藤岡選手だったり、変わらない部分は非常にいけるかなと思います。で、上野監督になったというところで、一応4バック予想なんですが、3バックもやるのかなという予想をちょっと立てております。はい、次、アスルクラロ沼津ですね。ついにね、ゴンさんがね、監督になられたというところでね、鹿島から、今、社長になった高島さんもいますし、通訳やっていたね、方もいらっしゃるので、まあ、鹿島色がちょっと強くなってきたかなという、個人的にちょっと見てワクワクをしております。まあ、基本的にはね、JFL、そしてルーキーの、からの補強を行ったという形で、まあ、そこがどうなっていくかなと思いますね。で、ゴールキーパー誰がね、レギュラーになるのか、ちょっと楽しみなメンツが揃ったかなという印象があります。はい、次、YSCC 横浜ですね。星川大成2年目というところで、昨シーズン後半ね、非常に良かった試合も見られましたので、うまくそこの波に乗っていていければ、もう上位進出もあるのかなと思います。中盤がね、本当にね、大卒選手が入ってきたというところで、東院横浜大という新潟医療福祉大のね、即戦力ルーキーたちがたくさん加入してくれましたという部分。そしてね、ロリス・ティネリ選手が残ってくれるというのも非常に期待できるかなと思います。はい、次、釜玉レサヌキですね。下位にね、しばらくずっとね、沈んじゃってるチームをね、米山監督がどう救うかっていうのは非常に 見どころかなと思います。で、ただね、フォワード陣がね、ちょっと相次いで移籍をしてしまったという部分がどうなるか。まあ、ルーキーで埋めていくっていう部分になりますので、うまくハマってくれればなと思います。ただね、センターバック見た感じだとね、非常にいい形だと思うので、まあ、堅守速攻のところに非常にぴったりかなと思います。はい、次に SC 相模原ですね。ちょっとね、エリア替えがあまりにも多すぎて書けなかったんですけども、残ったのが6人、7人って、こんな入れ替えなかなか日本ではないっていう部分で、ね、そもそもチームがどうなっていくかっていうのがね、まずわからないという状況になっておりますので、本当開幕してからお楽しみという形かなと思います。でね、何よりね、戸田監督になったというところで、そこが非常にね、見どころというかね、解説時代見せてくれたね、頭の良さというかね、キレの良さを見せていただきたいなというふうに思います。はい、次、奈良クラブですね。
JFL から昇格してきたチームとなります。で J リーグに、長谷さん自体という形で、まあね、フリアン監督3年目というところでパスサッカーを志向している部分なんですが、もともとね結構いわき FC と一緒で結構そういう力強さのあるチームのね、そこがうまくこう組み合わさっていけば上位進出を狙えるんじゃないかなと思います。でね、個人的に、ね、西田恵選手もね、いるのでね、ちょっと見ていきたいなと期待をしております。はい、最後、FC 大阪ですね。ちょっと噛んでしまいました。大阪のチームね、J リーグのチームが3チーム目生まれました。まずはね、今回から JFL に入れ替えがあるというところで、まずは残留というのも第一目標としているのかなと思います。ね、志垣監督ね、非常に楽しみですね。八戸の後半の躍進をつなげた監督というところなので、非常に期待をしたいなと思います。まあ、そこから結局、八戸から、三人移籍してきたという部分で、もう攻撃的に行くんじゃないかなとは期待をしております。はい、最後に J3 の2023年の順位予想となります。まず1位は鹿児島ユナイテッド FC を予想しております。そして2位はね、個人的な主観も入っている、思いも入っているのですが、岩手グルージャ盛岡を2位予想としております。ただね、上位争い非常にまあ、こうね、困惑というか、ね、なってくるかなと思いますので、まあ非常に見どころのある J3 かなと思います。そして個人的にね、奈良クラブ10予想しましたが、まあもっと乱してくるんじゃないかなと思いますので、まあ J3 ね、今年もね、面白くなるかなと思います。そしてね、降格もね、入れ替えも始まるというところでね、残留争いも行われる、まあところから下位もね、このままじゃいけないという危機感もありますので、もろもろ楽しみにしていきたいなというふうに思います。はい、それではご視聴の方ありがとうございました。G3 の色がね、青に変わったというところで、ようやっとね、昨年は青を使っていたんですが、ようやっと同じ色になって非常に嬉しいなと思います。ね、J1、J2 もね、開幕して、非常にいい試合をね、たくさん見せていただいているので、J3 もまた楽しんで、いけたらなというふうに思います。ではご視聴の方ありがとうございました。チャンネル登録や高評価などお願いいたします。